では引き続きどうぞお楽しみください。しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者か。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔貸してもらおうかい。
関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合、ふん。